ニューヨークコリンゴラジオ自由の女神になりたく、ただいまニューヨークコリンゴラジオ日本に上陸中でございます。ということでコリンゴラジオでは、ラジオ放送と別に、ジャパン特別企画を打ち出したんですね。その名もコリンゴラジオプレゼンツラジオ自己視聴会です。いやね、このね自己視聴ってなかなか、できないじゃないですか。特にね私たちシャイな日本人がましてそれをねラジオなんかで放送するで、ね、なかなかできることじゃないんですけど、ね、ニコちゃんも来てるんですね。今日ね参加してもらうんですけれども、うん、で私もなかなかね自己主張ができなかったので、せっかく日本に来たのであ何かできないかと思いまして、コリンゴラジオの方で、ラジオ自己視聴会、私のラジオ自己視聴会やりますね。ということでですね、一応ラジオ自己視聴会の方の参加者を募ったんですけれども、ゼロでございました。ということで、今日自己視聴してくださるという方がやっと見つかりまして、じゃじゃん、こちらの京子さんとみこちゃんになります。みこちゃん見えるかしら。はい、大丈夫ですかね。はい、みこちゃんです。じゃ京子さんとみこちゃんです。はい、じゃあ今日ねこれからねガンと、自己主張をしてもらおうかなと思うんですけれども、京子さんありがとうございます。こちらこそ。実は京子さんは前回私が、ちょっと主催したというか、あの文化交流会にも参加してくださった方なんですね。大ファンです。ありがとうございます。リンゴさんの大ファンです。そういうことで今日も早速、自己主張をしていただきたいと思うんですが、まずそうですね、前回もお話ししてもらったんですけれども、あの時はですね、京子さんが、9ヶ月の妊婦さんだった時にわざわざ会いに来てくださったんです ね、はい、あの時はコリンゴさんに伝えなきゃと思ってね。そう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 そそ私はね、出産迷いに迷ってまして、産むべきなのか、産まないべきなのか、まあいろいろやりたいこともたくさんあるので、結局この年まで産まずという形だったんですが、ちょっと京子さん、そのあたりを主張していただければと思います。そうですね、はい、まずそうですよね、私なぜ産んだかじゃないんですけど、まず私はダンスをやってて、本当それこそ好き勝手、自分の好き勝手生きてきて、ね、まだでもそんな子供の意味って分からなくて、うん、好きだからとか、うん、自分が欲しいから作るっていうのがいまいち納得いかなくて、なんかピンときてないところに39歳になった時に、はい、ある日突然、はい、そのなんだろう、あ、もういいんだなっていう、そのなんだろう、私が子供がもしこのまま産める立場であれば、そのなんかこう世の中にお返しするために一人子供を産んでいいんだみたいな、なんだろう、そういう感じを思えて、そういう意味が分かった。その前は産まなくてはいけないっていうので、そうそう、妊活してたんですよね。妊活してて、妊活しながらもなんかそれはなんか年齢もあるし、健康もしたしみたいな、義務みたいな感じで思ってて、いまいちその意味、本当の意味っていうのが分からず、だから病院は行くけどなんか違う気がするみたいな感じがすごいあって、やっぱ それでもできなくて、で別に自分が相手も何かがあるわけじゃなくて、できない、別に病気があるわけでもない、でそれでなんか私それがある日突然思って、あ、私が産む意味ってそうかって、こう世の中に何かこれから私がお返しできるなら子供を産むことかなっていう、なんかスッと思って、
そう、それでなんか、あ、埋めるっていう、埋める今ダメだよ、今思って、ただそれでまた遊んで病院にも行ったんだけど、なんかその薬でっていうのはなんかちょっと違う気がすると思って、病院も行かなくなって、で、それまでやっぱ甘いものとか、白いもの取っちゃダメとかよくあるんだけど、そういうのもなんかすごい自分で制限かけて、ダンスのレッスンとかもちょっとこう抑え気味、少しじゃあ減らそうかなとか思ってて、なんだけど、それで少しこう自分をこう抑えてたというか、産む方にすごくなっちゃってて、で、そんな時になんか違うっていう、そのなんか自分らしくなくいても意味がないんじゃないけど、で、その時に向こうのお母さんともなんかこうすごい言われてたんだけど、メイメイじゃないけど、それも一旦こうなくなって、全く連絡が来なくなって、で、私ももういいや、好きなもの食べて、好きなダンスして、もうとりあえずいいや、もう基礎体温も測るのもやめよう、もういい、自分のこと好きなことしよう、って思った瞬間にできたっていう、だからもう産む意味も分かったし、かといってじゃあ産んでやるって思ったっていうよりも、あ、もういいやって思えた、なんか産む産まないじゃなくて、とにかく自分の好きなことして、しようって思った瞬間にできたから、本当なんかやっぱだからもう好きなことしてるっていうこのなんだろう、好きなことしてるとか自分を持つっていう、ではなんかおのずとそのタイミングで来るんだってすごい思ったんですよね。妊娠9ヶ月でダンスやってましたよね。そう、4ヶ月で戻って、そう3ヶ月をや、4ヶ月を休みいただいて、5ヶ月目ですね。そう、やっぱでも動いてる方が楽だし、あなた生まれてきちゃったのね。ねえ。みんなに主張してもらおうかな。で、ほら、見つめられちゃったわ。ねえ、みこちゃん。ねえ。で、次の主張なんですけど、次の主張というか、一般のお子さんがお母様ですね、多分子育てにすごいストレスを感じてる人が多いと思うんですね。お子さん生まれたら自分の時間がなくなる、旦那は手伝ってくれない、経費がかかる、教育費、養育費がかかる、なんか聞いて言うと不満だらけな気がするんですけれども産んだ後どうですか？そうね、なんか体的には本当産後すごい大変だけど、でも全然いて悪いなんだろう、その自分に酔ってるというか、本当、その大変なことを酔ってる、ママになったことに酔ってる、そう、なんか、あ、私遊びに行けないっていうこと言ってるママになってる私っていうに酔ってるみたいなとか、こう、あ、もうなんか最近自分のもの買ってない、赤ちゃんのものしか買ってないみたいな、自分のもの買えないって言ってる自分に酔ってるっていうことは、それは不満ではな ないんですよね。結局そう、本当になんか制限はされてきてるけど、それを、いや私赤ちゃんいるからできないって言ってる自分に酔ってる。じゃあなんかそれを楽しんでる。楽しんでる。私そんなこと言うママになっちゃった。イエーイみたいな。
制限されてることを制限されると思っちゃうとストレスになっちゃうのかな。皆さんもう聞きました？あの全国の子育て中のお母様、多分不満がたくさんある方はちょっともしかしたら考え方を変えたら、そうですね、そんななんか疲れてる私かっこいいくらいな、ね、そうなんか今日はちょっとパーティー出かけられない、私子供がいてパーティー出かけられない、そうそうそう、でもママだしみたいな、そうそうそう、なんかみんな遊んでて楽しそうだけど、あ、それを断っちゃってる私ママやっちゃってるじゃんみたいな楽しい、子供のために夜我慢しちゃってるじゃんみたいな楽しいんだ、そう、こんな言ってる自分がなんか今までなかったから、多分、はいはい、こんな私でも言える立場になれてんだみたいな、なんか調理があるかも、すり替えみたいな、なんかでもそうかも、本当それでいや、いけない遊びに、でも本当に嫌だみたいになってたら、もちろんそう思えばそうなんだけど、私ね、まだそれを楽しめる余裕があるのかもしれない、楽しめる余裕か、余裕と、あとそれぐらい可愛い、ああそれを感じたら、なんかほんとこんな風に思うと思わなかったけど、そう言えてるよ、なんだろう、それぐらい可愛いし、でママし、ママ自己主張はほんと楽しいと、楽しい、でもほんと大変なんだけど楽しいし、かわいいし、かわいいし、こんな世界があったんだってのと、なんかもう幸せ自己主張じゃないですか。いや、ほんとね、いや、もうほんとムカつくこと、やっぱ旦那に対してとか、うんうん、何にもしてくれないとか、ほんと嫌なこともいっぱいあるし、あるけど、うん、楽しい。ですかね。ではですね、京子さんは市長その3。今2まで行ってるんですけど、ちょっと大丈夫ですかね。もうずっと東京に住まれてますよね。そうですね、東京。で、ちょっと東京について主張したいことがあると。そうですね、はい、なんか世の中、東京とか日本ってすごいみんな冷たい、うん、特にとか東京って、うん、みんななんか電車でこう下向いて携帯いじって飲み込むみたいな、はいはい、なんか言われててすごい冷たいみたいな感じに言われてるけど、はいはい、意外と子供産んだらそんなことないっていうのが分かって、ほんとみんな優しいし、すごい子供に話しかけてくれたり、うん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 、手伝ってくれたり、うんうん、あの席も譲ってくれるし、お、ね、なんかこう逆に気づかないですいませんみたいなこと言ってくれる人もいるし、ほんと東京も捨てたもんじゃないぞと、うん、みんなほんとそれこそ一緒で恥ずかしいだけで、優しさはみんな持ってるよ東京もっていう、東京もそう、意外とみんないい人いっぱいいますよっていうのを言いたいです。したいと、京子さんニューヨークにも住んでたことあるんですか？住んでたというか遊びに、そうですね、よく何回も行ってたんですよね、うん、ダンスをしてるっていうのもあって、うん、ダンスのメッカですか、いや、本当、うん、どうでしたニューヨーク？ニューヨーク最初の頃は本当ね、あっちのマンハッタンの、うん、本当ダンスしに行ってっていうのでもう本当ハマっちゃって、すごい楽しかったんですけど、楽しかったんですけど、ちょっと今なんですけど、そう、あの知り合いに、うん、あのブロンクスのプロジェクトに住んでる人がいて、ブロンクスのプロジェクト、プロジェクト、かなりハードコアというハードですね、かなりハードっていうのをよくわからない知識でやっぱ日本に行って、日本にいて、しかももう10年以上前の話なので、プロジェクトぐらいの感覚で、はいはいはい、なんか、ま、行っちゃった、プロジェクトというのはニューヨークで低所得者の方が国がサポートして、あのお安く住めるというアパートなんですけれども、うん、そうですね、ここに、うん、あのまあ、日本の知り合いで、うん、黒人のダンサーの人が、うん、実家がプロジェクトだったので、おうおう、でそこに何人か、うん、あのお友達と行っていいよって言われて、はいはい、僕の実家であの住んでいい
半ぐらいだったのかな、はい、一緒に連れてってもらって、でもその時に本当にリアルな、うん、そのニューヨークっていうか黒い部分というか、はい、ダークな部分、そうだね、やっぱね、あのマリファナの匂いが敷地に入るとする、うん、っていうのと、あとその何いろいろただなことを平気でこれがただだからレイみたいな、なんか甘えてる、そのただなんだよ、だからだけど洗濯機持ってたりとか、はい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 、車持ってたりとか、あもうわあ、そうなんかええ違くないっていう、そのなんか図なんか、はいで働かなくてもだからいいんだよみたいな、なんて言うんだろう、はいはいはい、ちょっとこうずる賢さを感じちゃって、あとその街並みの怖さ、なんかこう全く気が抜けない、抜けないプロジェクトしかもブロンクスでしたらで全然気が抜けない感じにちょっとやられちゃって、やっぱ2週間もいて、あ2週間もいたんですか、2週間もいたんですよ、そうでちょっともうニューヨークいいやみたいな、ほんとなんかその会う人会う人、ちょっとだからお店、ブロンクスのお店行っても壊れてるものを買わされたりとか、あそう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 、そういうのもあって、うん、ああもうほんとこんなとこ行ったら嫌だ、なんかねあの空気もあまり良くないし、そうね、というか、あのマリカもあまり綺麗にしてなかったりね、そうなんかちょっとやっぱ全然違いますね、違う、そうそうそう、本当に違います、本当に眠くなっちゃったかなあ、そう、それそういうところ、ニューヨークの現実を見たと、うん、そうですね、それでちょっと、うん、タウンはもうお腹いっぱいかな、いっぱいかなって、もうちょっとここに来る私、いや憧れがなくなったというか、あーはいはい、これが現実だ、現実突きつけられたみたいな、すごい現実突きつけられた、だけど1年ぐらいしたらやっぱそのいいニューヨークの部分っていうのを思い出して、やっぱ、うん、まだやっぱり、あ、じゃあそんなに嫌いでないってことですね、じゃあ、ね、ニューヨークも悪くないんですよ、ね、うん、本当だからニューヨークってすごいなって思いますね、そのワンブロックでっていうか、うん、本当場所でガラリと変わらぬ感じ、いや、うん、本当にそう、まあそれもあるしニューヨークの色というか、うん、そうですね、はあ、なるほど、そうでも本当平気で、その頃はハーレムでミックス CD とかブート品が売ってで、平気で日本人だって知って、私にだけ高いでないとか、あ、もう平気なんだみたいな、いいんだみたいな、あそういう見るとなんか結構そういうの重なって、そうそうそう、ちょっともう、ニューヨークね、ニューヨーク、じゃあ今あのみこちゃんが主張してくれてますので、あの泣きますよ、泣きますよ、これ主張で、主張大会ですから、ゾウムちゃんもいろいろ喋りたいんだね、眠だな、眠くなったな、じゃあ今日ちょっと今日バタバタとしてしまいましたけれども、ね、とんでもない、もうあの主張をわざわざしに来ていただいただけでもありがたかったので、何を喋ってるかね、でもなんか主張、一応主張できましたね、そうですね、したいことは結局あのしたいことしてれば、うん、あのそれが目的としたものじゃなくても、うん、自ずと来る、うん、なんだろう、例えばだからそうなんですよ、私は自分の好きにすると思ったら子供ができた、別に子供が欲しいに突き進んで好きなことしたんじゃなくて、自分のために生きるって思った瞬間にできたから、そのとそのやっぱストレスがないことを自分の好きなやりたいようにやるのが一番、そうすればおのずと欲しいものがついてくると思うっていうことが言いたかった東京はそんなに悪くない。ニューヨークにも現実があるということとね。でも素敵な、うん、素敵な街。あと子育ては思った以上に楽しいと。そうですね。楽しい、苦しいものではないと。そう、苦しんだ自分に酔ってみたら意外と楽しい。ね。じゃあ今みこちゃんの主張で。
泣きが入りましたのでそろそろこの辺で締めないといけないと思いますのでね。じゃあみこちゃん今日はありがとうね。なんかいろんなことになっちゃったけど、みこちゃんじゃあバイバイ、みこちゃんバイバイ。じゃあコリンゴラジオプレゼンツラジオ自己視聴会、ちょっといろんな、ね、感じでしたけれどもね、慌ただしく、そうですね、始まって慌ただしく終わりますけれども、いや自分の主張していこうみたいな感じだったのでね。詳しくはブログ、前に行った時のあれブログ素敵に買ってもらったからなんですが、ブログにも載せておきますのでね。一応じゃあコリンゴラジオ自己視聴会大成功ということでなんだそれなんですけどじゃあ次回ね、またラジオの方は通常の放送の方は続きますので、今回は特別企画の自己主張会ちょっと思い切ってやってみました。何でもやればできるぞということも証明しようかと思って実現させてみました。では皆さん、次回のねラジオの方もしっかり聞いてくださいね。ではまた。